サマンサ・スミス。サマンサ・リード・スミス。1972年6月29日から1985年8月25日は米ソ冷戦したアメリカ史上最年少の親善大使となり有名になった少女である。1982年、当時ソビエト連邦共産党書記長に就任したばかりのユーリアンドロポフに手紙を進展したところ、 アンドロポフ本人からソ連への招待を含む個人的な返信を受領し、彼女はこれを受託した。米ソ両国において親善大使としてマスコミから注目を浴び、さらに日本での平和活動を通じ、史上最年少大使として有名になった。また、サマンサは自らの体験をもとに著書を執筆し、連続テレビシリーズに出演した。 13歳の時によって死去した。1972年6月29日にメイン州のホールトンという小さな町に生まれた。父アーサーと母ジェーンと共にカマイ国境に近いこの小さな町で育った。5歳の時エリザベス2世に対しイギリス王室への敬意を表した手紙を出した。1980年2年生が終わったところで彼女の家族は 同じメイン州のマンチェスターへ引っ越し、マンチェスター小学校に転入した。父はで文学を教えていた。母はメイン州政府のヒューマンサービス局においてソーシャルワーカーとして勤務していた。1982年11月、サマンサが10歳の時にソ連共産党書記長であるユーリアンドロポフに手紙を出し、ソ連とアメリカの関係がなぜこんなに緊張してしまったのか。 弟1982年11月、ユーリ・アンドロポフが、レオニード・ブレジネフの後任として、第6代ソビエト連邦共産党書記長に就任した際、西欧メディアはアンドロポフについて一面で大きく取り上げた。記事の多くはアンドロポフが、西欧社会の安定に対する新しい脅威として、否定的に取り上げていた。アンドロポフは1956年の、 ハンガリー革命時の駐在ハンガリー大使であり、KGB を強化することで築き上げてきたキャリアは反体制主義者を抑圧してきたそのものであった。アンドロポフは人権運動は帝国主義者たちがソビート連邦の土台を揺るがすために掲げた陰謀一部に過ぎないと公言していたとして知られていた。当時、米ソ両国は人工衛星の軌道上から発射可能な武器の 開発計画、衛星攻撃兵器、戦略防衛構想などを進めており、国際的な緊張が高まっていた。そのような大規模武装は、技術的に可能になりつつあったが、同じ頃、同計画の中止を求める圧力も高まっていた。アメリカでは、ドナルド・レーマン大統領、当時に対して、国内の科学者や武器戦家からロビー活動が高まり、ソ連では、世論が高まりすぎていたため、 ついにソ連政府が宇宙空間の軍事利用を防止することが人類にとって喫緊の課題であると発表するまでに至っていた。ヨーロッパや北アメリカ各地で大規模な反核武装デモが頻発する一方で1983年11月20日に ABC が放映した各戦争後の世界を描いた大作ドラマザ・デイ・アフターは1980年内最大級の 社会像となった。この頃には、米ソデタント政策は事実上軽外化していた。ソ連が中距離弾道ミサイルを配備し、これに対抗したレーガンも巡航ミサイルとパーシング E をヨーロッパに配備していた。ソ連のアフガニスタン戦争への介入が3年目に突入していたことも、国際的な緊張に一役買っていた。このような状況から、 アンドロポフは1982年11月22日発行のタイムの表紙を飾った。これを見たサマンサが母に、そんなに皆彼のことを恐れているなら、なぜ誰も本人に直接、戦争をするつもりがあるかどうか聞かないのだろう。と尋ねたところ、母は、じゃあ、あなたが聞いてみたら、と答えた。以下が、実際の文面の日本語訳である。この手紙は、ソ連の新聞。 プラウダに掲載された。サマンサはこの手紙が発表されたことを喜んだが、返信が来なかった。このため、在米国ソビエト連邦大使に、アンドロポフ書記長が返信をする気があるかどうか手紙で問い合わせることにした。すると、1983年4月26日に、アンドロポフから以下の返信が届いた。この手紙を受けて、メディアの加熱報道が勃発した。 サマンサは、テッド・コペルや、ジョニー・カーソンといった、米国の大物ニュースキャスターや司会者からインタビューされ、アメリカの看板ニュース番組に連日登場した。1983年7月7日にサマンサと、両親は、モスクワへ旅立ち、アンドロッポフの招待客として2週間を過ごした。滞在期間中は、モスクワ、デニングラード、よび、クリミア半島のにあるソ連の先駆的な、 燃焼鮭キャンプであるを訪問した。サマンサは、後の著書にて、自分と両親は、レニングラードでの友好的な歓迎や人々から送られたプレゼントに感激したと書いている。モスクワの記者会見で彼女は、ロシア人が、我々と変わらないと話している。アルテクキャンプでは、あらかじめ用意されていた、高級な部屋で宿泊するのを断り、 他のソ連の子供たちと同じ部屋に滞在することを選択した。意思疎通をしやすいように英語が上手な先生や、子供たちが彼女と同じ宿泊胸に移るといった配慮がなされた。サマンサは9人の女子部屋に宿泊し、水泳、ロシア語講座、ロシア民謡や踊り等を楽しんだ。この間に彼女は英語が達者で、レニングラード出身のナターシャカシリーナをはじめ、 多くの友人を得ることができた。しかし、アンドロポフ本人は、サマンサと直接会うことができず、代わりに電話で直接言葉を交わした。当時アンドロポフは体調を著しく崩しており、しばらく公の場に登場していなかったことが、後に判明した。また、サマンサは、ロシア人で世界初の女性宇宙飛行士はレンチナ、テレシコワとも電話で会話した。しかし、 その時のサマンサは相手が誰だかよく理解しておらず簡単な会話だけですぐに電話を切ってしまった。メディアはサマンサに密着取材し彼女の滞在期間中とあとまで彼女の写真や記事はソ連の主要新聞、雑誌によってと連日取り上げられた。このためサマンサはソ連市民からも広く知られるようになりその認知も好感的なものに終始した。 他方、アメリカでは、イベントの審議に対し疑いが浮上し、人々の中には、アメリカ流のやらせ広報活動と捉える動きもあった。1983年7月22日に帰国したサマンサは、メイン州の人々からバラにレッドカーペットとリムジンで迎えられるほど、彼女の人気は、祖国で熱狂的なものとなっていた。一方で、批判的な人々は、 サマンサ本人にその意志がなくとも知らずのうちにソ連のプロパガンダの道具、レーニンはかつて彼女らのような広告党的存在を役に立つ愚か者と評したことがあるとして利用されていると主張していた。1983年12月には引き続き最年少親善大使としてサマンサは日本に招待され、日本の中曽根康弘総理、当時と会い、 神戸で開催された国際子どもシンポジウムに参加した。同シンポジウムのスピーチの中でサマンサは毎年2週間ずつ米ソの代表者が孫を交換することを提案し、そうすれば大統領が孫が訪問している国を攻撃したくなくなるだろうと主張した。彼女のソ連訪問は他の子ども親善大使を誘発し、ソ連から11歳のカーチャリチョワがアメリカを訪問した。 この後、サマンサは、ソビエト連邦への冒険という本を表した。サマンサは引き続き有名人としての役割を果たしていった。1984年には、ディズニーチャンネルの子供向け特別番組、サマンサ・スミスがワシントンへ行く大統領選挙84のホストを務めた。この番組で彼女は、 ジョージ・マクガバーンやジェッシー・ジャクソンといった1984年大統領選挙の候補者にインタビューを実施した。しかしながら彼女の名声は同時にストーカーを引きつけてしまった。後に女優レベッカ・シェファーを殺害するに至ったストーカーのロバート・ジョンバルドは一時スミスをストーキングていた。1985年にはサマンサはテレビ連続ドラマライム・ストリートに 俳優ロバート・ワグナーと共に主演した。事故自体の詳細については、英語版のを参照。1985年8月25日、ライムストリートの撮影を終えたサマンサは、父アーサーと一緒に、バーハーバー航空1808便で自宅に戻る途中だった。同期はへの着陸時、滑走路直前の木々に激突し、搭乗客全6名及び、クルー2名が死亡した。 この事故について多くの憶測、推測が飛び交った。ソ連では本件が事故ではなく、故意に墜落させられたものではないかという記事が出回った。事故調査が行われ、正式な調査報告書は不正、故意の可能性を知りけた。同報告書によると、事故は22時5分ごろ、空港の 1.6km 南西地点で発生。墜落時の侵入閣が比較的鋭角であり、 機体姿勢、飛行機の水平度、進行方向等と墜落時のスピードの関係が生存者がいない原因だとした。報告書によると、主な原因は雨が降っており、パイロットの経験が浅かったためであり、また、同様の事故は起こり得るものであるが、同様の事故による致死率は通常低いものであり、着陸レーダーが故障したものと思われるとしている。サマンサの死は、 メイン州オーガスタで行われた葬式で千人ほどの参列者から、その若い命を惜しまれ、モスクワでは平和のチャンピオンとして賛美された。葬儀には、ロバート・ワグナー及び在ワシントン・ソビエト、連邦大使館から、ウラジーミル・クーラギン、中米公使、中米大使は、アナトリー・ドブルイニンが参列し、クーラギン、中米公使は、ミハイル・ゴルバチョフ書記長からの個人的な弔辞を代理で、読み上げた。 英ン大統領、当時も、サマンサの母 J に、お悔やみの手紙を寄せた。以下はその手紙からの抜粋。多くのアメリカ人が、本当に、何百万という多くの人々があなたと同じ悲しみを感じています。彼らはまた、サマンサの素敵な笑顔、彼女の意志、そして彼女の愛くるしい精神を心に留め、彼女を永遠に忘れないでしょう。サマンサと、父アーサーは、 彼女の生誕の地に近いホールトンに埋葬されている。サマンサの功績は多くの人にから敬意の対象として特にメイン州やロシア人から信仰が送られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。